どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アラスカ航空のマイレージサービスありますよね。先日からですね、結構ねおすすめのマイレージサービスですよということで紹介ねさせていただいておりまして、東京からねアジア間 JAL のビジネスクラスであれば2万5000マイルで発券できたりですね、東京からニューヨークとかね、東京から北米の路線ですね、こちら JAL のファーストクラスね7万マイルで発券することができたりとですね、またね燃油サーチャージがねこちらかからない航空会社が多かったりしてですね、このアラスカ航空のマイルっていうのは海外路線ではですね非常におすすめのマイルマイレージプログラムっていう風になっておりまして、先日ですね私もねとうとう発見いたしましたので、今回の動画ではこのアラスカ航空のマイルを使った発見方法についてね解説やっていきたいなと思います。で、私はですね今回 JAL のね航空券を発券いたしましたので、このねアラスカ航空のマイルでね発券した場合はアラスカ航空のそのホームページ上ではですね座席指定っていうのができないんですよね。ですのでこの指定する方法もですね一緒にね解説やっていきたいななんていうふうに思いますので、これからねどんどん海外にね行けそうな雰囲気がねかなり高まってきておりますので、このアラスカ航空のマイルっていうのはマリオットボンボイプレミアムカード、まあマリオットボンボイポイントからですね交換することができるっていう風になりますんで、メインでね利用されたいっていう方もね結構いらっしゃるんじゃないかななんていう風に思いますし、またね燃油サーチャージですよね、6月からね4段階だったかな上がりますので、かなりね燃油サーチャージ高くなりますので、まあこういった点でもですねアラスカ航空ね利用されたいっていう方ね結構いらっしゃると思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それはね実際に見ていきたいなと思うんですけども、ちょっとね購入画面出しておきます。アラスカ航空の会員登録していただいて、こちらアプリをダウンロードしていただいてログインするとねこのページになりますんで、ここからね見ていきたいなと思います。で、ブックナウっていうね押していただきます。で、このページになりましたらですね、左上にねワンウェイっていうのがあると思うんですけども、こちらがねあのチェックを入れないと、まあ、往復っていう感じですね。で、チェックを入ってたら、まあ、片道っていった形になります。で、右上にねユーズマイルっていうのがねあると思いますので、まあ、こちらねユーズマイルチェックが入っていることを確認してください。で、あとはね路線普通に選んでいただければね OK っていった形になりますんで、路線ね選んでいきましょう。で、ここね空港コードをねこの画面で入れていくんですけども、3桁の空港コードね、羽田あったら HND って入れると思うんですけども、これね HND って入れるとね出てこなかったりするんですよね。これちょっとよくわかんないんですけども、 HN とかで入れると、まあ、羽田出てきたりするんですけども、 HND みたいな感じ、あのニューヨークだったら JFK みたいな感じで、まあ、全部入れるとねヒットしなかったりしますんで、まあそこはね覚えておいていただければなと思います。ちょっとねここでイライラするかもしれないですね。では入れていきましょう。で、今回はね羽田からちょっとね行き先は内緒にしといてください。ちょっとこれね実際にあの乗りまして動画ね出したいと思いますので、で次のページにね行くとこういった感じでねいろんな路線が出ます。ちょっとねこの画面は仮の画面でね出させていただいておりますんで、あのロサンゼルスになってると思うんですけども、実際ね違う場所になっております。で、この好きなねあのエコノミークラス、ビジネスクラス、ファーストクラスね、いろいろあると思うんですけども、まあこちらね好きな方を選んでいただいて、下の方にねコンティニューっていうのがありますんで、そちらでね次に行っていただきます。で、次のページに行くとですね確認画面が入りますので、まあこちらでね確認してください。必要マイル数と税金ですね、 60.47 ドルということで、まあ大体7、8000円ぐらいですかね、燃油サーチャージがねかかってないのが確認できるかなと思います。で、次のねページに行くとパッセンジャーインフォメーションということで、まあここでね搭乗するね人のねあの個人情報をね入れていただきます。で、このマイセルフっていうね書いてあると思うんですけども、まあこれはねあの自分なのか、まあこのアラスカ航空っていうのはご自身以外にもね発見することができますので、まあこれをね選んでいただくっていった形になります。まあそれ以外はですね個人情報を入れていくだけなので、そこまでね難しくないと思います。名前入れていただいて、女性か男性、あと生年月日ね、これを入れていただきます。で、一番下の方にですねセレクト ID カードインフォメーションっていうのがねあると思うんですけども、こちらねクリックするとですね、まあこういった感じで、アメリカ、メキシコ、オーストラリア、その他みたいな感じでね選ぶ項目がありますので、まあ私たちはね、まあほとんどの方が日本のパスポートを持たれている方ばっかりだと思いますので、こちらねアナザーっていうところを選択してください。で、それが終わりましたらですねコンティニューで次のページに行きます。
で、その次のページに行くとですね、コンタクトインフォメーションということで、まあこれね、確認画面が入ったり、電話番号とかね、メールアドレスが記載されていると思います。まあこれはね、確認していただいて、次のページに行っていただくわけなんですけども、電話番号ね、なんか私の方はね、結構文字化けみたいな感じで、入ってない X とかね、そういうのもなんか入ってたんで、まあここはね、確認してください。おそらくね、多分、機材変更とかあったら、まあおそらくね、SMS で来るんじゃないかなと思います。で、終わったらですね、下の方のコンティニューを押していただきます。で、そうするとですね、パッセンジャーサマリーということで、まあこちらでね、もう一回確認が入ります。で、ここでね、シートセレクトっていうのは、セレクトシートっていうのがね、あると思うんですけども、こちらね、クリックしていただきます。まあクリックしていただきますというか、まあこれクリックしてもね、シートの設定はね、JAL の場合はできないっていった形になりますんで、予約を取っていただいて、その後ね、JAL のホームページで行うっていった形になります。で、次のページにね、セレクトシートということで、まあ、こちら見ていただけばすぐわかると思うんですけども、これね、シート選べないですよね。まあ、アラスカ航空のところではですね、シート選べなくなってるみたいですね。そしたら、スキップシートを押していただいて、次のページに行きます。ではね、次のページに行くと、ペイメントということで、ここでね、支払いをね、行っていただきます。まあ、先ほど言った通りね、ネイサーチャージはかかんないんですけども、60ドルぐらいでしたよね。はい、税金ですね。空港税とか空港使用料とかね、そういったものがかかってきますので、まあこちらをね、支払っていきます。で、下の方に行くとですね、トラベル保険みたいなのがね、26、27ドルか。で、入れますよみたいなね、まあそういったのがあるみたいなんですよね。まあこれに関してはですね、まあ何とも言い難いですので、まあ私はね、いらないかなと思いましたので、ノーサンクスにしましたけども、こちらはね、お好みっていった形になります。で、下の方に行くとですね、クレジットカードもしくは、Apple Pay でもね、支払うことができるんですね。ちょっと私はね、クレジットカードで払いましたので、ちょっと Apple Pay で実際、私は支払ってないんですけども、まあ、このボタンが出てるってことは多分ね、これ Apple Pay でも支払えると思いますので、まあ、Apple Pay でね、支払いたい方はですね、Apple Pay でね、いいのではないのかなと思います。いや、これはね、非常に便利で良さそうですよね。ですので、まあ、Apple Pay 利用したい方はね、ここで Apple Pay でもね、支払うことができます。で、下の方にね、クレジットカードの番号を入れる画面がありますので、まあ、クレジットカードで支払いたい方はですね、下からね、名前とね、番号とかね、入れていただきます。それではね、すべてね、入れ終わりましたら、サブミットペイメントということで、こちらね、クリックしていただきます。で、次のページ行っていただくと、Your Conformed Reservation ということで、これでね、予約完了っていった形になります。で、コンフォーメーションコードということで、こちらにね、予約番号がね、記載されております。まあ、こちらはね、まあ、スクリーンショット撮っといていただくなりね、していただいて、まあ、忘れないように、まあ、メールでね、アラスカ航空からもね、メール来ますので、まあ、大丈夫だと思うんですけども、一応ね、撮っといた方がいいのかな、なんていうふうに思います。まあ、これでね、アラスカ航空の発券自体はですね、完了っていった形になります。ではね、トップ画面に戻っていただいて、このね、下の方に、トリップスっていうのがあると思うんですけども、そちらをね、クリックしていただきます。で、そうするとですね、こういった感じで、次のね、予約がね、確認できるようになっております。で、ここでもですね、シートを選ぶことができませんので、これからね、JAL のホームページに行って、シートね、選択していきたいと思います。それでは次にですね、JAL のね、ホームページに行って、シートね、選択していきたいと思います。こちらはですね、JAL の国際線の、予約確認変更の画面ですね、予約の確認ということで、左上にね、あると思いますので、こちらをね、クリックしていただきます。で、次のページ行くとね、予約の検索ということで、私はね、JMB 会員以外のお客様のね、こちらの方からね、検索いたしました。こちら普通に出ますんで、まあ、会員として進んでいただいてもね、いいかな、なんていうふうに思うんですけど、私はね、こっちからやっちゃいました。ではね、必要事項ね、入れていきましょう。で、このね、予約番号の欄なんですけども、予約番号はですね、このアラスカ航空の、こちらの画面に、下の方にね、フライトディテールズっていうね、フライトの詳細ありますよね。こちらをクリックしていただくと、まあ、こういった感じでですね、予約番号はね、出てきますよね。で、この JAL の方で検索するのは、ちょっと読み上げていいのかわかんないんで、ちょっと読み上げはね、しませんけども、こちらに記載されている番号をですね、入れていただきます。で、次のページに行くとね、予約の詳細がね、見れるようになっておりまして、発券済みってね、出てると思います。で、予約の便がね、出てると思いまして、で、下の方にね、行っていただくと、ご予約便ということで、サービス、座席、機内食、オプショナルということで、こちらでね、座席ね、指定していただきます。もちろんね、機内食とかもこちらからね、選ぶことができます。
で次のページに行くとですね、座席の指定ということで座席を選択するっていうのがねあると思いますので、こちらをクリックしていただきます。で次のページに行くとですね、東京からどこどこみたいな感じで搭乗クラスがね記載されていると思いますので、座席の指定をねクリックしていただきます。で座席自体はですね、ご自身ね選んでいただいて、ちょっとねこの画面見せてしまうと、まあ、どのクラスをね利用するのかねバレてしまうんで、ここはねちょっと隠させていただきますけども、ここでね座席を選んでいただきます。座席の指定がね終わったらですね、完了をしていただいて次のページに行っていただきます。で下の方に行くとですね、先ほど言った通りね、機内食のリクエスト、特別食とかもね、こういった選ぶことがねできるっていう風になっておりまして、まあここはねお好みになるかと思うんですけども、もしねリクエストがありましたらですね、こちらからねクリックしていただきます。はい、ということでこれでね、JAL の方の、シートをね指定も OK っていう形になります。ということで今回ですね、アラスカ航空のマイルですね、実際にね発見してみましたので、利用方法ですね解説やらせていただきました。ちょっとねアラスカ航空はね非常に便利で、必要マイル数もね少ない路線が多くてですね、利用しやすい航空会社なんですけども、日本語サイトに対応していないんですよね。ウェブサイトも英語ですし、アプリも英語ですし、カスタマーセンターも英語っていう風になりますんで、まあ基本的にね何か間違えなければそのデスクに連絡することってないと思うんですよね。まあもちろん変更とかキャンセルとかあった時はね、まあ連絡することもねあるかななんていう風に思うんですけども、まあ何かねそういったケースがなければですね、まあ基本的にはですね、カスタマーセンターの方と英語で話すみたいなことはね、まあないかななんていうふうに思うんですけども、これね、日本語ね、対応していただけるとね、もっと利用しやすくなるのかななんていうふうに思うんですけども、まあアラスカ航空自体もですね、日本にね、就航しているわけではありませんので、まあこれはね、ちょっとしょうがない部分であるのかななんていうふうに思うんですけども、まあ必要マイル数ね、非常に少ないですし、またね、JAL も利用することができて、燃油サーチャージもかからないっていうね、点もありますので、かなりね、お得に利用することができるっていう風になりますんで、まあこれからね、マリオットボムプレミアムカードでね、メインで貯めていきたいっていう方もね、結構いらっしゃるかななんていう風に思いますので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。